僕の皆さん、アニメの読者に紹介して、してくれますか。一人ないとできないので、じゃあ、ボーカルのプロデュース、はい、何これ、何の紹介。だから、ボーカル、あ、名前と僕のボーカルのプロデュース。じゃあ、宮城です。ドラムの佐藤です。ジェニスのゆっけです。じゃあ次 の、 質問、なぜムックという名前を選びましたか。バンドとそれでそのムックの意味とはアニメの読者に説明してくれますか。あんまり他にない名前だったからムックという名前を選びました。それでそのムックの意味は。意味はありません。じゃあムックは1年半以内に砲翼と朽木の塔、それで今回ログです。ログ3つのアルバムを作りましたね。結構勤勉に働くバンドです。それやっぱりライブを演奏するかレコーディングすることはどっちが好きなんですか。ライブのために曲を作るというか、ライブを作るために曲をレコーディングして曲を出してライブをしたいんで、まあ、やっぱ最初の仕事がやっぱりライブが楽しくてバンドが始まったんで、やっぱりライブに回せることはないですね。それでムックは普通の他の日本のバンドとなんか比べて、なんかスタジオに行って練習して、それから自分でなんかライブハウスに行ってそこで演奏した、そういうなんてカリアですか。はい。それやっぱりなんていうか厳しい道だったんですか。いやでも厳しかったですけど、すごい楽しかった。楽しかった。じゃあライブで演奏することはソングライティングにも影響しますか。曲にもよりますけど、ライブのことを想像して作ることもあります。じゃあムックの曲はすごくなんか旋律的とか違う価値もあるし、でも同時にすごくハードなパートもあって、なんとなくポップ、パンク、メタルがムックの曲になんか共同に存在してますね。そういう僕が感じしますけど、でもその3つのジャンルを見て、だからポップ、パンク、メタル、スカーもあって、そのムックは自分がどこに存在してると思ってますか。自分が特にどこに存在してるっていうのは見たくなくて、その時その時で思いついたいろんなジャンルをいろいろこうごちゃ混ぜにして混ぜて、それがムックになればいいな。いろいろミックスして、それで日本のファンはどのジャンルのファンがいますか。ポップ、パンク、メタルとか。いろいろいますけど、化粧をしてるビジュアル系って言われてます。日本ではムックはもうビジュアル系のバンドロット。いや、ビジュアル系って言葉は音楽ジャンルではないので。うん。ああ、そうですね。ああ、そうですね。あんまりこうカテゴライズしてもしょうがないかなと思ってますね。じゃあ、歌詞の松尾さんの歌詞は非常に詩的な、あとなんかすごく比喩的とか、 なんか哲学的な表現がありますと思うけど、その詩的の世界の、 鏡はありますか。なんか作者とか好きな作者か好きな哲学者、その影響を取ってる作者。あんまりないですね。本読まないんで、
なのを文字に読むのはなんだ、あんまり本読まないで好きな作者、まあ、作家がいるとかあんまないですね。でもあったらなんかすごい歌詞ですよ、あの哲学的なとかすごく意味がある歌詞と思ってます。それ漫画だったらどの漫画家か、漫画好きなんですか？漫画家で言ったら浦沢直樹かと思います。知りません。どう、何が好きなんだろう。タイトルは浦沢直樹さんの漫画だったらモンスターとか、知ってます、モンスターってます、あのドイツの、あ、うん、モンスターとか、あと20世紀少年とかが好きなんですけど、あとは何だろうな、あれ何だっけ、井上武彦さんとか、バカボンとか、バカボン、天才バカボン、違う違う、でも天才バカボンじゃない、あ、でも天才バカボン、私の、あの子供の頃見るあのバカボンドっていう、ああバカボンド、あ、いつも間違う、あ、バカボンド、サムライのバカボンド、あ、書いてるとか結構好きですね。あ、はい、じゃあ、あの次の質問、あの日本ではバンドとか、あの、まあ、その質問あったけど、なんかその、あのムックのスタートのことを知りたいやつとか、どの風にあのスタートしたんですか？僕と達郎と佐藤が最初会って結成しました。で、ユッケは2年後に加入しました。それであの高校の時だったんですか？高校3年の時。ちなみに結成した日が5月4日昨日、で、ムック9周年です。ああ、おめでとうございます。あのムックも自分のレーブルをやってますよね。それもなんか読者の、あのになんか説明とか何をやってるかとか、いや、まあ他のアーティストが所属する感じのレーブルではなくて、ムックだけの、ムックの作品をリリースするためのレーブルですね。だから、まあ、ムックのためのムックだけのためのレーベル、だから他のアーティストが入ってくるってことはないです。これはあのムックは今回2度目にドイツにいらっしゃいますよね。昨年のヨーロッパ、あのそのドイツ あのライブとか印象は何でしたか？何が面白かったんですか？やっぱりライブが一番面白かったですね。すごいびっくりしたし、あ、ドイツってムックでもこんなに盛り上がるんだ、ヨーロッパってやっぱ暑いんだな、だからメタルの国っていうのは伊達じゃねえなと思って、すごいお客さんからすごいパワーをもらったので、本当にまた来たいなと思って、来れてよかったですね。あの日本のお客と比べて、どこが違うんですか、ドイツの客と、ドイツのファンと日本のファン。もう盛り上がり方が、盛り方が全然日本のファンとは違います。素晴らしい、ドイツのファン。ヨーロッパとか、まあ、ドイツか、何がいい、何がダメとか、そういう。ダメなとこあるかな。最初、なんかその日本だと曲の世界観で静かな、本当にこうスローな曲のシーンとするような曲だとお客さんが全然黙っちゃう曲があるんですよ。シーンと静かな曲になるんですけど、結構海外であって静かな曲でもリズムに反応して、おっ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 みたいなのが来た時に最初戸惑ったんですけど、それにこう慣れると、あ、そういうことかっていうので、逆にこうそういうのにこう慣れてしまう。最初びっくりしたんですけど、慣れれば、あ、まあこれでもそんなことないんだなっていうのも思ってたし、そのダメなとこってそうないな。やっぱりドイツのビールとか食べ物がいいですか？さっきビール飲んだんですけど、あの俺ビールあんま飲めないんですよ。ビールは好きじゃないんですけど、さっきのビールはね、美味しかった。あ、これ飲めると思いましたね。
じゃあ、今ムックの皆さん、どのとか好きなんですか？どのバンドとかどういう系？iPod 持ってきて、で一番最後にあこれドイツとか行くのに入れてこうって思って入れてきたのが90年代 J-POP っていうのを入れてきましたね。あ、そのミックス飛行機の中ではそれを聞いてます、うん、なんだろうな、ラスマス iPod に入って出してくれました。ザ・ラスマス。あ、これはね、まだちゃんと CD で聴きたいんですけど、今度夏に公開する宮崎駿とジブリ、スタジオジブリの新しい映画ゲド戦記の挿入歌、テルードを歌った曲がすごい好きなんですよ。それの CD が早く欲しいなっていうことが言われて、あんまそれ以外の曲最近すげえものにハマってるなんてなんもないです。これもないですね。どんな曲の何かタイプでもらった時にメタルのバンドのシーンになる。バレット・フォー・マイ・バレンタイン。バレンタイン。バレット・フォー・マイ・バレンタイン。はい。あ、そうそう。それが好き。なるほど。じゃあ、もう最後の質問ですけど、ムックの、将来計画は何ですか？将来計画か。将来計画、予定とか、とりあえず、日本ワールドツアーを今回やって、日本に帰って、666。日本武道館の公演をして、またレコーディングです。じゃあなんか他になんかドイツのことを知りたいことがあったら、はい、どうぞ。ドイツのことね。レゴランドってあるんですよね。あ、レゴランド？ボイスマレゴランド。デンマーク。レゴランドはデンマーク、デンマークにもあるんですけど、うん、ドイツにもあるってさっき教わったんですけど、うん、は嘘ですかね。あ、レゴランド私は知らないけど、でもケルンにはね、レゴのショップがあるの。ショップ、うん、なんかいろんなすごい可愛いものがあって、そこに行きたいです。あ、じゃあマネージャーの中に具体的な話だよマネージャー、ああ、うん、なんか、うん、はい、ケルンにありますか、ケルンの、うん、街の中、はい、うん、まあ、じゃあ時間をかかったインタビューくださってくださって、うん、本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、アニメニアの読者になんかメッセージがあったら、じゃあ、どうしたのかそうですね、もっとムックのライブに来てほしいですね。それで一緒に汗かきたいですね。はい、じゃあどうもありがとうございます。ありがとうございました。また肉って言うけどやべえな。